よいしょ。ほい。おお、倒した。よし。ほい。ほい。うぃー。オッケー。吸収できた？なんか新しい素材みたいなのはなさそう。うん。オッケー。うわ、すごい。あ、フレーキンレイガン。レイガン？あ、アルティメット。アルティメット装備、アザス。アザアメジストか。へぇ。まあ、一応拾うけど、一応拾うけどさ。あ、もう一気にアイテムいっぱいになっちゃった。こっちにもあんの？あ、もういいや。もういいや。もう俺飽きた。じゃあね。わ、なんかエグかったな。ただただエグかったな。チビ、ベイビードラゴン仲間にして、かわいい。あれ仲間にして、なんだろう、牛肉与えると仲間になるとか。これ気になる。これ一回使ってみよう。なんだ、俺の予想だと、ベイビードラゴンは牛肉で仲間になるはず。そんなのをどっかで見たような気もしないでもない。さあ、来い。あ、ほら、なんか近づいてきてる。あ、来た！ほら、ほら、ほら。ほら、これも仲間だよ、多分。お、来た来た来た。すごいすごいすごい。来てる来てる来てる。やったぜ。仲間になった。ちょ、お前も。ちょ、どこ行って。こいつ？あ、聞かない。聞かない。飛んでもついてくる？お、すげえ、飛んでついてくる。いいね。ここまで来れる？お、来る来る来る。あ、こいつガールフレンドより有能だ。ガールフレンドより有能だわ、こいつら。おー、来た。仲間になった。なんか名前募集しようかな。こいつの名前募集中です。はい、お願いします。さあ、それでは探索、続けていきましょう。あとは、あと残ってんのは何だろう。レオノプテリクスの巣とか、あ、ね、WTF ってさっきの鉄与えると仲間にできんの？え、マジかよ。仲間にしよっかな。いや、でもなんかめんどくさいからいいや。気持ち悪いし。うん。まあ、それじゃあ、なんかシャドウダンジョンとかね、なんかいろいろ面白そうなのあるらしいんで、行くぜ。わ、すげえ。ちゃんと自分が飛んでもついてくるところがいいわ、こいつ。ガールフレンド飛んでこないもんな。まあ、当たり前だけど。当たり前だけど飛んでこないからな。おっと、あれはあれか。エンダーナイトのウンニャラみたいな。あ、違う？あ、違うな。なんだこれ。あ、なんだこれ。なんだこれ。待って。うわぁ。待って、結構押されてんじゃねえかよ。あ、でも、あ、すげえ。強い。こいつ強いぞ。さあ、頑張れ。オッケー、ナイス。強えな、お前。ちょ、回復したい。一瞬にして背後にもあるの。なんか、牛肉与えると回復しそうだけどな。お前死ぬのとか嫌だよ。ほい。あ、回復した。よし。さあ、じゃあ行こう。これがあれかな、キュービダンジョンかな。それっぽいな、なんか。いて。あ、これキュービダンジョンだ。行きまーす。ほい。うわ、出た、キュービ。ナルト。出たな。これ壊す。ほい。さあ、じゃあ、こいつ、倒していこう。まず、ベイビードラゴンが死んじゃう。早く倒さないで、ベイビードラゴン死ぬ。ほら。熱。オッケー、吸収したんだけど、待て、オッケー。ほい。あ、すげえ、石炭と、あ、レッドストーンブロックはね、個人的にありがたい。レッドストーンが結構枯渇してるから、あ、待て、ブレイズスポーンもあんの？待て。まあ、ブレイズはぶっちゃけ、ブレイズはそんな恐るるに足らないんだけど。待って。死なないでね、ベイビードラゴン。ベイビードラゴン死んだ？死んじゃったもしかして。見当たんないけど。あー、いる。いいね。ほい。埋まるなし。キュービー埋まったからもういいや。あ、でもキュービスポナーとかな、持っとけばよかったな。持ってれば、レッドストーンブロック回収し放題だった。レッドストーン欲しくなったら、まあ、また新しいキュービダンジョン探せばいいや。さあ、ということで、あれ、キュービは？あ、もうみんな、消えた？よし！キュービダンジョン攻略。思ったよりキュービ弱かったな。俺なんか、ナルトのなんだっけ、美獣だっけ？をまとった姿だから、もうちょっと強いのかなとも思ったけど。なにこれ？ラバエルブーツ。え？これ強い？もしかして。なんかめっちゃ、これ強いんじゃね？え、アルティメット超えた？これ。そんなことない？多分ね、あれだ、これ。あ、でも、火を使ってくる相手には多分こっちの方が強そう。うわ、これ絶対強いでしょ。来た。持ち物がいっぱいになった。レザー水晶使わなそうだな。おい、来たー。こっちは？あ、スポーンキュービー、レッドストーンブロック、ラッキー。スポーンキュービーもね、レッドストーンがなくなったら、これ使えばいいから。
っちゃけスポーンブレイザーもいらないかな。スポーンキュービの方が。よいしょ。さあ、攻略。さあ、攻略。ちょ、また一旦帰ろう。一回倒したら、一回お家に帰宅するっていうスタイルで。そのスタイルで行こう。さあ、大丈夫？体力。体力が荒ぶりすぎて見えない。わ、すげえ、200マックス。強いな。さあ、ちょっとリスポーン地点に。もう一回帰ろう。あ、待って。立て続けに発見。あれが確かなんだっけ？プテノニョ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 の巣。スポーンブロックは、そう、こいつ、こいつ。あいつを倒したい。あいつを倒したいんだけど、待ってね、ちょっと、体力じゃねえや。持ち物がいっぱいすぎて困ってるから、なんかこの辺適当にチェスト作って、あとこのマウスカーソルが出ない場がほんとつらい。結局この銃みたいなの使ってねえな。やば、やばい。すぐそこに。クリ！危ない！クリーパーに、久しぶりにビビった。よいしょ、オッケー。で、これ待って、これ装備してみるか、一回。あんだけあったのに胸装備がねえな。さあ、ちょっとこれで人間になって、待って、あれ？ベビードラゴン？ベビードラゴンいなくね？あれ？名前募集して、そのパートで消えた。あれ？マジかよ。さあ、これでちょっと、いらないものをしまって、一体、お前かよ。ほい。ほう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 、胸がないとよくわかんねえ。胸がないとわかんねえ。畜生。あ、この銃、なんか結局使ってないから、せっかくだから使ってみようかな、今回。さあ、フェアリって。なんか全然違うの入ってるけど。T-Rex 入っちゃってるけど。あー、ちょ、マジかマジかマジか。このタイミングか。マジか。じゃあ、マンティス。ほい。オッケー。さあ、じゃあこいつが、うお、出た。うお、でっけ、でっけ、なんだこれ、かっけえ。待って、かっけえ。待って、かっけえ。どうしよう。待って、かっけえ。ちょっと行くな、行くな、行くな、バカ。なんだ、水飲んでんの。ほい。荒ぶりすぎて、荒ぶりすぎて全然動きの予測ができない。待って待って。あ、来た。やばい。待って、強くない？待って。あ！マジかよ。あ、マジか。あ、そうなる。ちょ、おかしいよ。おかしいですよ。おかしいです。ビビった。ここどこ？どこここ？え、待って。ね、待って、整理させて。待って。多分ね、ラストデスのところに行けば多分大丈夫だから。あれか、やっぱあの装備はあれか。アルティメットと比べて弱かったか、若干。このタイミング、マジで？あ、さっきから降ってたから、待って。待って。あ、死ぬ。あ、死ぬ。あ、死んだ。